トモヤのアート。緊急事態、緊急事態、ちょっと待てー。これは一体何なんだよ。窓の隅っこのとこに突然現れたんやけどさ、誰かわかる人おるね。最初ね、見た目的にキノコかなとか、なんかの卵なんかなとか思いながらドキドキしてさ、まあ家族が嫌がってたんでなんとか排除したんやけど、お箸で触った感じだとパリパリ壊れていったんで、キノコではなさそうやし、一体何なんだよ。怖くてティッシュで包んだけん、中に 何が入っていたかもわからずじまいでね。真相は謎のままよ。誰かわかる方いたら教えてくださいな。モヤモヤが止まらないの。ちなみになんかこれ気持ち悪いけど、じーっと見てたらいろんなものに見えてきたので、ちょっと画像を加工してみましたんで、最後にどうぞ。